でもさ、釣ってきた魚を調理っていう意味では、うちの父親が、マンビカ、シイラ、マヒマヒ、あれを釣ってきたわけ。で、お家でみんなで食べようぜなんつって、じゃあ父親がさばくってやったのよ。うん、でもその夜から父親がもうすっごい食中毒になっちゃって、ゲーゲー。怖い。だから、えってみんな同じの食べたのでみんな電話したわけ。大丈夫ですか大丈夫ですかみんなって聞いたら、みんな大丈夫って言われて、新鮮な魚で父親だけだけ、え、なんでパパだけこんな、ね、なってんのって、救急病院行ったの。もう戻して戻してないんだったから。怖い。でパパ、あのみんなで一緒に食べたよね、マヒマヒね、うん、シイラ、あれ以外なんか食べたって言ったら、父親が食べたって言うわけ。何食べたの、何食べたのって聞いたわけ。そしたら、マンビカの胃袋に入っているこのキビナゴを食べた。それ雑菌まみれだから。もう夜中から吐いて吐いて戻して、もう急キビになったからね、父親、うちの。まさかの、そう、キビナゴ。かわいくない、うちの父親。かわいいよね。言いにくかったはずね。そうなんだよ。だから、なんか食べてない別のものって言ったら、実は食べたって。このシイラのお腹の胃袋にいた、キビナゴ食べた。多分、すごとさ分かったはずね。そうね、何が問題だったか。